exact radio am 1008 fm 933の abc ラジオがお送りしています。経営者たちのラジオ。経営者たちのラジオ。はい、皆さんこんばんは、えー。パーソナリティの竹山でございます。えー、この番組は日本のまさに、えー、未来そしてエンジンとなり得る企業の経営者たちをお招きして、まああらゆる角度からさまざまな。 えー、ことを聞きしながら、えー、どうやって日本を盛り上げるんだっていうようなことをね熱く語り合う番組となってございます、えー、今日もよろしくお願いしますそしてアシスタントを務めますフリーアナウンサーのリベカですどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしますでも3月入りましたね、うん、はい。春です、ね、春。新生活を迎える方もたくさんいらっしゃると思いますけれど春,春というと何かありますか春といえばはい いやもう気温が上がっていくのが嬉しくて。暖かいの好きですもんね。暖かいの好きです気分がねちょっとね。なんかサーファー系ですもんね。西海っていうと西海岸系っていうかね。どんなふりやなんか。さあ今日はですね。はい。とある業界をもう一新するという本当に勢いのある社長に。勢いじゃ勢いがあるじゃね多分表せないぐらい。表せないぐらい。 久しぶりに見たスーパースターですよ。いやもうちょっと楽しみですね。あ,あのいろんなことをねお聞きしながら、はい、世界観を楽しんでいきたいなと思ってますんで。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。AM 1008 FM 933の ABC ラジオがお送りしている経営者たちのラジオ。さてここからは今週のゲスト経営者をお呼びして番組を進めてまいりましょう。 株式会社アドレックス代表取締役社長田代隼人様ですどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますよろしくお願いします 田代社長も本当ビシッと決めたねかっこいいっすちゃくちゃかっこいいですけれど竹山社長と田代社長長ととのの関係というのはそうですねこれのベンチャー通信さんっていうかあの維新さんっていう会社があって、はい、そこはベストベンチャー100っていうのを選んでるんですけどもうそこで対象を取られてあのすごいんですよあのこの4ページ連続でベンチャー通信に「俺はこうだ」っていうのを書かれてる企業の社長なかなか。 いららっしゃらなくてこれも史上初で割と、まあ、今広告業界ね、はい、あのいらっしゃるんですけどもう,もう全部一新しよう全部がクライアント目線でやろうっていうようなそういうもうあの信念を持った社長で <laughs>、はい、あのそこ、まあ、維新さんとうちはもう非常に親しくしてる間柄でもあって今日はぜひそこで。 あのご出演いただくということでですね、ご出演いただいているのが私です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。<ー>さそれでは、ここからは早速お二人の経営者トークを始めていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願い,いたします。いいま,すまず、社長のちょっと人となりというかね、簡単な自己紹介を、あのお願いできればなと思うんですが、よろしいでしょうか。はい、大丈夫です。はい 改めましてあの株式会社アドレックスの代表取締役社長の田代ハ人と,と申しますよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますでうちの会社自体がですね現在の東京大阪福岡ニューヨークという形で、うん、まあ4拠点でやらせていただいているような形になってますとで、国内をはじめ海外含めてデジタルマーケティングというところを展開しているような会社になってまして国内で結構マーケティングといえば あのデジタルマーケティングだとアドレックスって言っていただけるぐらい今認知度が高まってきてるかなと思うんですがもともと僕自身としてはえと大学の3年生の時からえーと東京の IT ベンチャー企業でずっと働いてまして大学3年生の時から週7で会社に出社して週5で会社に泊まり込んで仕事してたので大体もう。 まあちょっと今だとありえないと思うんですけど週7日行って大体もう日曜日の夕方ぐらいから月曜日の出社してましたっていうようななるほどそれが今の社長の姿を作ってるんですねそうですねちょっと現代に合わないのであの現代はあの皆さんは早く帰っていただいて僕はもう経営者なので好きなだけ自分の好きな仕事を遅くまででも朝早くからでもやってるというような形です趣味のように仕事をやるとそうですねちょっと趣味を超えてるとは思いますね人生をかけて <laughs> え叶えたいえ僕の願いとか思いというような形でこの高校教会に対して一石を投じていいるとううような形ですその魂がもうすごいビンビン伝わってくるんでその魂の源泉っていうのは昔からそうなんですかこの国をやっぱりなんとかしなきゃいけないとかなんかこのやっぱり世界をもっと良くしなきゃいけないとかいろんな思いがあると思うんですけど、はい。 なんかすごい強いエネルギーを今日楽屋からすみません本当いえいえそれがなんかすごく頂い,いてるような気がしててうそうですね本当に幼少期から僕父親も会社経営者でおじいちゃんも会社経営者でうんうん、うん、あそうなんすねそうですね弟も今不動産会社の社長をやってるんですけど結構経営者家系で育ってきたっていうのもあるんですけど本当にまあ世の中のためになることを。 しっかりりとやりなさいと、うん、で祖父も言ってたんですけど、まあ、自分が幸せにした総量とお金の量っていうのは比例にするよというふうに言っていただいていて今も僕はそれを実践していてアアドレッククススとという会社の経営理念はクライアントトファーストと、うん、結構口で掲げるところはあるんですけどうちはまあ本当に成果が出なかったら1円もいりませんと。 すすごいですよねもし1億円かかっててそれをリプレイしましたで成果が出なかったら僕1億円払いますって言って今クライアントさんが177社。 っていうようよな形で,で,でどれ、はい、いえいえ多分もうツール系の会社だと何万社って56年あれば行ってると思うんですけど僕は、うん、あの積み重ねて、うん、あの本当に幸せにしたい企業さんだったりとか、うん、その会社の社長さんの思いを世の中に伝播させていくというのをアドレックスでやりたいなということでここじっくりと時間をかけて、うん、皆さんのお役に立てることを常日頃考え続けているという形です。でも本当に魂をビジネスに変えてる っていうのがやっぱりすごい理念を本当に変えられる人って少ないんですよ実は。あ,あそうなん、ね、うん。やっぱりなんとなく理念って自分がこうありたいと思うためにあるものでもあるので、うんうん、それを今現実化してるっていうのがまあ素晴らしいと思いますね。いやなんかボ部というよりはそこのビジョンとか理念に共感してついてきてくれている社員が本当に素晴らしく頑張ってくれてるんだと思います,すね。はあ 僕実はもともとニューヨークの生まれで、はい、あのマンハッタン島っていうところで、はい、あの生まれてるんですけどあの国アメリカっていう国だけは勝負しちゃいけない国だと思ってるもうの人で、はい、なかなか日本のベンチャーさんたちが出てって勝ててないので今までここであえて挑戦しようっていうのはあのアメリカでナンバーワンを目指すっていうようなことも書いてくださってるんですけど、はい、なんかすごいなんていう勇気をもらうというか。 やれることは何でもしたいなと思っちゃうんですけどあれ日本の人口に比べるとアメリカの人口って3倍ぐらいいじゃないですか今、はいはい、それなのにこの広告の,そのいわゆる事業いわゆる産業分野っていうのは倍倍も差差ががあるんです、ね、そうですねすねねそう約のこれって何が要因ですかね これはその市場の規模だだっったり目線だと思ててまして日本人ってやっぱりこうドメスティックな目線で仕事することが多くて例えば北欧の会社さんとかだとそもそも北欧のマーケットだけで成り立たないので世界を目指して最初からスタートアップが起業してるとアメリカも同じだと思っていてグローバル企業も多いですしえと彼らはその広告っていったもののまあマイナスの。 気持ちというよりは本当に伝播して本当にいいものを作って本当にいいものを消費者に届けるというツールとして認識しているのでそこがまあ日本とは大きく違うかなと僕は思ってはいます。とはい、広告だとガリバーのはい、はい、グーグルさんだとか、はい、GAFA が非常に有名な、はい、あの市場を形成されてると思うんですが IT 企業としては、はい、そこに広告でいくとデジタル広告でいくと一番はやっぱりグーグルがなんか私どものイメージとしてはあるんですけど。 そうですね。ただ検索も今そのまあチャット GPT だったり AI も出てきているので、まあ Google 側が多分逆にその AI に押されてきていたりする分もあるのかなというふうに思ってます。そうですね。最近だとそうかもしれないですね。そうですね。そこの市場も変化してきているのと、国内の市場でいうと、まあ Google の検索。 ヤフー検索ととといったところェイスブック名前変わって今メタになってるんですけどメタ広告だとメタ広告合うクライアントとかも結構いてそこはまあ媒体によらずというような形にはなるんですけどまあそこの企業が。 まあ一強しているというよりは本当に世の中の人たちが求めているものをいかに求めている形でしっかりとお伝えできるかというただのその伝播する装置でしかないかなと思っているのですそれがグーグルだろうと何だろうと10年後全く違うものに変わったとしてもアドレックスとしてはクライアントファーストって何かっていうと別にグーグルを提案することでもヤフーを提案することでもフェイスブックメタを提案することでもなくクライアントが本当に先のお客さんカスタマーに伝えたい思いっていうのをしっかり伝えるツールなのでそこは 媒体にに関わらなないいとううふうには思ってはますなるほどね、はい、それは面白いなでもこういうリベガさんあのご発言をされる社長様がやっぱり日本に出てきたってことでこれだけすごい人出てきたってことなんでいいえなかなかやっぱり出てこないんですかったんですよ、はい、今まで。特に広告業界は割とどちらかっていうとテク,テクニカルの方にあのアドテクの方にどんどん流れてまた違う世界にこうなっていったじゃないですかという変遷を得て,得てるので。はい まあそういうふうに考えるとすごいなと思って今お聞きしてたんで,、うん、で同じ常識がもう長年続いているような状態でそう、うん、やっぱりドメスティックでしか見てなかったのか、うん、っていう環境がそうなのか社長ご自身がそうなのかねすごいことを実はおっしゃってくださってるので本当に感銘受けます、ねいいはい、でもともとまあ経営者になったきっかけっていうのはもともと親御さん経営者だったしまあ、あるべなるべくして大学卒業したら もそうなんだなっていう感じだった。大学は東京の大学行かれたんですか。えっと大学九州の大学出身が福岡県の久留米市久にはなるんですけどで大好きです。ありがとうございます。とんこつラーメン。とんこつラーメン。それ食べにき行くぐらいですありがとうございます。結構いろいろもつ鍋だったり自撮だったりいろいろおいしいものがいいとこですよね。あって僕も えっと年末年始帰ってて多分15年ぶりぐらいに地元に戻ったんですけどまあ1週間ぐらいいたのは本当にもう卒業して以来じゃないかなっていうぐらい。 今日に錦を飾るここのことですねいやいや僕はまだまだこれではあの僕成功するまで帰らないっていうふうに言っていて今回帰ったのが15年ぶりぐらいなんですよなるほどただまだまだこれからなのかなと思ってるのでなるほどあの僕は存じ上げてるんですけど今更なんですけどあのここ聞いてくださってる方々とか見てる方にちょっとあのよく理解していただき「アドレックス」という会社名の由来をちょっと教えていただいてもよろしいですかね、はいはい、あすいません アドが広告でレクスがラテン語で王様という意味になっていて広告協会の王様トップ取るぞっていうことでスタートしたの造語なんですねなるほど造語になってますはい素晴らしいですね一応これも元で言ったら大丈夫だと思うんですけどただ元サイバーエージェントさんとか元電通デジタルさんにいたですとか元セプテニンさんにいたですとか元ハコー堂にいたみたいなメンバーがうちの創業メンバーなんですけどそのメンバーで 会社の名前をこう、何にするかっていうのをけんけんがくがくと話した結果。これがいいんじゃないかということで、決まって、本当に、一流万倍日かける。え大安かけるみたいな日に、設立させていただ。いたそこは願掛けたんですね。でも。基本僕が会社設立する場合は、すべてそういう、ええ。感じなんですね。日にしてます。ええええ、すごい。いいことだ、それは。はい、習慣ですね。大事な。そうですね。はい。うんでもまあ二十代で、でも、三百円企業の最年少役員兼。 会社社長になったっていうことでそういう歴史を歩んでこられてきてる本当にご自身で今こう広げられてって手応えものすごいあるんじゃないですか今そうですね、えー、あのなんか会社を伸ばしたいというよりはお客様を幸せにしたいっていう思いがまず大前提として強くてですねなのでまあクライアントが伸びていないのであればうちは伸びる必要もないとは思ってまして。はい 僕は本当にあのお客さんの売り上げが伸びなければうちの会社は1円もいらないというふうにお話しよくさせていただいていうような形になってます。はいはい 今そうすると事業はど,どんなことをそのやられてるのかっていうのをちょっと簡単に教えていただいてもよろしいですかね、はい、分かねりましたでいくつか事業が分かれているんですけどまず、ええ、あの主軸の広告事業になるんですけど、ええ、こちらが、えっと、Google か Hoo ですとか Meta、ah うん、インスタですとか、はい、クリテオロジカドブレード等の運用型の広告メニューを運用するような事業を展開を国内ではさせてていいただいてますと、うん、国内で言うと今177社やらせていただいているんですけど、はい、結構その大手のクライアント、うん クライアントさんが多くてですね。月額でだいたい5000万円以上広告予算をお持ちのお客様がアドレックスのお客さんとしていっぱいいらっしゃるという。長くお付き合いいただき成果をきちっと出せば長くお付き合いいただける大手さんが多いってことですね。そうですね。でもし小規模だった場合だとしても、うんうん、まあこれもあのうちのクライアントさんで、まあ東京にまだ一店舗もなかったクリニックさんが今約4年ぐらいでですね、えっ、ー、と全国90 すごい。の大手と呼ばれるまあ美容整形外科になられてらっしゃったりというような形なのでもともと大手を担当することは多かったんですけど規模的にはそこまでじゃない会社さんを担当させていただいたとしても業界ナンバーワンというのを作ることができるかなとなのでまあナンバーワンになりたいクライアントさんがいれば僕であればその業界ナンバーワンまで押し上げることができると思ってますと。なるほどね <はい S 1> すごいね <laughs> まあでも裏打ちされてるんでしょうねもうちょうど40になられて15年ぶりに実家に帰ったとおっしゃってたじゃないですか、はい、ねその15年ってそうですね結構僕は働いたというよりはまああに好きだったのであの、まあ、お客様のことを考えてえ毎日を過ごすうんそのためになんか提案資料を作ったりとかまあお電話させていただいて連絡させていただいていたら気づいたらもう。 この年齢になってたかなって,っていう感じですよね。<laughs> すごいね、それはそうだよな、そうやってたんだろうな。<laughs> <laughs> そのほかの事業ってどんなことをやられてるんでしたっけそうですねうちでいうとですねエナジードリンクをえと海外でえかなり有名なえとカイリー・ジェンナーさんっていう方がいらっしゃるんですけどその方がアメリカだと結構売れてるエナジードリンクの総代理店をやらせていただいたりですとかまあ韓国のサプリメントでダイエットサプリがあってこれも韓国の有名なアイドルの方がえ広告塔に立たれてるものの日本の総代理店をやらせていただいたりですとかあとは。 うちがですね、AI の第一人者の坂巻さんという方が参画いただいていて樋口、うん、よく存じ上げてます <laughs> その坂巻さんと一緒に今えと共同で作っている広告のアトリビューション効果を天才ですよ <laughs> 天才坂巻さんそうですね<ー>天才だと思われています<ー>結構いろんなオファーがある中アドレクスを選んでいただいてえーと今 CTO と最高技術責任者をやっていただいているようなこ、うん、れはもう最高の武器ですねそうですねその えー、ツール自体は今、うん、えと開発を終えてローンチがもうすぐされるという事業が AI、えーね、の事業どんんなな感じなんですか AI の事業っていうのは、えー、広告の効果を分析ツール分析するツールなので、えー、ちょっとここで説明すると難しくなっちゃうんですけど,どあの、まあ、アトリビューション効果って言われる例えば、うん、Google 広告を踏んでメーターを踏んで最後は SEO でコンバージョンしましたってこの流入の経路をたどった中でどこが比重が多く広告効果があったかっていうのを分析 めちゃくちゃそれ大事じゃないですかもうそれがあると今まで効果が分からなかったクライアントたちもどこが入り口になってでどこが起点になってどこでエクスパンションしてるのかっていうのが分からないじゃないですか我々、はい。我々 いやこれを説明してまず今分かっていただけてることに感動してます。本当でなかな <laughs> からあのアトリビューションがアロケーションが見たい結構カタカナ用語多かったりするのでご理解いただけないことが多いんですけど、ええええ、まさに本当に無駄遣いしている広告主さんはすべてこれによって無駄がなくなると思って解除されるってことですね。 すごいつるやんまた坂巻さんがそれ作ってるっていうだけで,そうです、ね、もう日本でもう彼を超える人いないんじゃないかと思うぐらいに AI のその学術的なところはいろいろあるかもしれないですけど、ええええ、実用性を持った AI っていったところで言うと坂巻さんは僕もナンバーワンじゃないかなと思ってはいます、はいはい、ね素晴らしいですね楽しみですね、はい、でもでもう一つの授業がそうですねあとは、えええっと、キャスティングの授業なんですけど、はいええ、これも 国内だとアドレックスしかやっていない事業にはなるんですけど、はい、えっと僕らあの会社名がアドレックスのレックスなんでこのレックスを事業ごとにつけているのでキャスティングレックスっていうサービスがありまして芸能人の方をの成果報酬で一件いくらでえ契約するっていうのを国内だとアドレックスだけがやっていてなんかこう月額30万とか50万固定でっていうのはあるんですけどそうなると決まった5人とか10人の方から。 選んでかつ右下になんかもういかにも広告だっていうようなうん、うん。 分かるような会社名が書いてあったりする会社さんがほとんどなんですけど僕らはその会社さんごとに例えば1件100円とかでコンバージョンしたらっていうのを握ってきて例えば5000件コンバージョンしてるクライアントさんがまあ芸能人の方を使うとまあ1万件コンバージョンしますよみたいなところをお手伝いさせていただいているっていうなるほどインフルエンサーとしてお使いになられる芸能人そうですね、うん、これが通常ウェブ上で使えるクリエイティブの本数っていうのは芸能人の方ってやっぱり10本とか。 なんですけどうちの場合って大体500から1,000カット使用して OK っていうのを芸能事務所さんから頂い,いていて成果報酬なので事務所さん側も成果が出ないと入ってこないと。 なので、めちゃめちゃ協力的でかつ、ウェブ上でプロモーションするときってクリエイティブの本数がめちゃめちゃ重要になってまして例えばメタ広告でいうと通常の会社が5本とか10本しか回さないと毎回同じクリエイティブが出てたらみんなもうスルしちゃっていくんで僕らでうとクリエイティブは枯れるっていうんですけど枯れるのがめちゃめちゃ早いです。広告予算が多多ければ多いほどその分、はい あのインプレッションが増えるので人の目につく件数が多くなるので早く枯れちゃうとなんですけど僕らはこれが500枚とか1,000枚あるので枯れることがないとなので効果を出し続けてるっていう500とか1,000とかあると別にもういいいららなぐの量ですよねそうですねただ本当に毎月100とか僕らはクリエイティブを作ってあの効果検証し続けるのでそれでもやっぱり1年ぐらいでは。 枯れてくるので、まあ、そんなものなんですか。カットを取り直したりとかしてます。えー、えー、すげえなー。まあ、ちょっと他ではやらないと思います。手間もかかりますし。はい。出てきましたね。すで、えー、に時代をかけてなきゃいけないです。いや、すごいストイックではあって、ストイックであるのは一流であり続けるためにあるっていうことですもんね。うん、まあ、クライアントのためですね。僕が一流かどうかはわからないんですが。うん、本当に、まあ、お客様以上にお客様の未来を考えると。クライアントのためには一流でなきゃダメですもんね。我々が。 そうですね、理由。まあ、あろうとしてるで理うと、うん、僕は表現としてよく言うのは。うん、まあ、超一流。と言ってます。経営,経営者たちのラジオ。経営者たちのラジオ。さあ、それでは、ここで、はい、ゲスト経営者の思い出のある曲を教えていただきたいと思います。株式会社アドレックス。田代社長、よろしくお願いします。はい。えっと、これも、実は、ラジオで。はははリリーフランキーさんと。はい。 これラッドウィンプスっていうバンドの野田洋次郎さんがえと話されてたんですけどもしリリー・フランキーさんが結婚するんだったら歌ってほしい曲があるって野田洋次郎さんに言ったのがこの曲になってますと、はい。で僕も本当にこの曲はすごい好きで本当にあの僕が大切な人がいた場合にはえカラオケ等々で歌うことがある曲その人への愛が。 詰まった曲じゃないかなとあ。なるほど。ちょっと買ってきてください。今から。経営者たちのラジオ。経営者たちのラジオ。さて、話はまだまだつきませんが、今夜はこの辺でお別れです。 経営者たちのラジオではリスナーの皆さんから疑問や質問を募集しています。メールアドレスは経営者アットマーク abc1008.com 経営者アットマーク abc1008.com です竹山社長にお聞きになりたい質問などありましたら番組のメールアドレスまでご応募ください。 またこの番組は放送終了後 ABC ラジオの公式 YouTube チャンネルまた株式会社タスクのホームページ上でも配信していますぜひご覧くださいこの番組は株式会社タスクと未来コンサルティンググループの提供でお送りしました